星空のカラスは森江里氏による日本の漫画作品。少女漫画史上初となる囲碁を題材にした作品。囲碁騎手を目指す少女の成長を描いた物語。花と夢の2012年14号にて読み切りとして掲載。その後、同年21号より連載され、2015年21号で完結した。保坂真由による 監修のもと、綿密に裏付けされた寄付が対局シーンに用いられている。気難しく嫌われ者だったプロ騎士の祖父から囲碁を教わり、その魅力に取りつかれたカラスマワカ、13歳。自身もプロ騎士になりたいと願うが、倒れた妻より囲碁の試合を優先した祖父のような非常な人間になってほしくないと、母親からプロ騎士どころか囲碁をすることさえ猛反対されている。 ある日、天の囲碁大会に出ていた和歌は、指導に来ていたプロ棋士の詐欺坂と出会う。後日、怪我を隠しながら名人リーグ戦に挑む、詐欺坂の勝利への執念と気迫を目の当たりにした和歌は、より一層、プロ棋士への夢を確かにし、母親から、 少年少女囲碁大会の全国大会で優勝したら、プロ棋士になることを許してもらう代わりに、負けたら囲碁を辞めるとの約束を取り付ける。ありがとうございます。